すげえ。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、10番ホール388ヤードパー4です。1打目のプレースメントが結構難しいです。フェアウェイは先に行けば行くほど狭くなっております。お願いします。お願いします。ナイスショー、素晴らしい、ど真ん中。ナイスショー、ご飯もお願いします。石山選手第2打です。残りは157ヤードでした。ここはピンに向かってますがちょっとショートでした。ちょっと左に引っ掛けてます。左のラフです。かなり飛んでます。135ヤードちょっと引っ掛け気味ですが、ナイスオン。左側に乗りました。熊倉選手バーディーパットです。下りのスライスラインです。ナイスパー。ちょっと読み切れませんでした。11番ホール133ヤード池越えのパー3です。これはショートは禁物です。ちょっとショートでした。風は少しだけ上げているような感じがします。石山選手です。方向はバッチリです。ピンに向かってます。ナイス、ナイスショット。ピンの左の方ですね。石山選手ナイスショットでした。ほとんど OK バーディーです。中井選手約20ヤード弱のアプローチです。
いい感じです。いい感じで落としてます。ナイスアプローチ、ありがとうございます。ナイスパースナイスパー、ナイスセーブ。さあ石山選手バーディーパットです。ナイスバーディー。バーディーを取った石山選手です。このホールは正確性が大事です。短いホールですが、吹き流しまで200ヤードぐらいでしょうか。フェアウェイキープは絶対条件です。ちょっと左に行きましたが、ラフで止まるでしょうか。ちょっと左に曲がってます。バンカーでしょうか。石山選手、上りの180ヤード上ってますんで、登っているのとちょっと風の抵抗があり、195から200ヤードぐらい打つ必要があるでしょうか。ちょっと左に引っ掛け気味ですね。左に外しました。左グリーン。マクラ選手第2打です。20ヤードのバンカーショットです。残念ながら前の人がバンカーを鳴らしてないために悪いラインになっております。熊倉選手約20ヤード17、18ヤードの上りのバーディーパットです。ナイスタッチでした。ナイスパーです。中井選手のバーディーパットです。少しでした。ナイスパー。石山選手バンカーからのパーセーブパットです。下りのスライス決め切られるでしょうか。
13番ホール377ヤード打ち上げのホールです。結構打ち上げているので距離的には400ヤードの間隔です。フェードがかかりすぎて右のラフからファーストカットで落ちてきました。よいしょ。ショットです。フェアウェイです。セカンドショット、石山選手セカンドショット174ヤード上りです。190ヤードぐらいでしょうか。ボピンに向かってまっすぐ飛んでます。ナイスショット。セカンドショットです。165ヤード。残り135ぐらいでしょうか。残り飛ばせ150ヤード。うまく打ちました。中井選手、つま先下がり、左足下がりの非常に難しいライです。ピンも前なので、あまりグリーンがつかないので、あまりボールを高く上げないと止まりません。ちょっとボールが引きすぎて、熊倉選手約10ヤードのアプローチショットです。ここはピタリと寄せたいところ。ナイスアプローチ。石山選手バーディーパットです。スパーでした。ナイスパー。さあ選手決めたいところ。ここは正確に決めてボギーで終わりましょう。ナイス。選手パーパットです。ナイスパー。